加熱します。あれ、方言でおもてなしって書いてあったあるけど、方言じゃなかった。じゃあゆっくりしていかざ。ここでゆっくりしてってね。お茶あるのに、そう聞きたくて買ったのに。残念。まあしょうがないですよね。こんにちは、小石郎です。観覧車、東名高速道路上り線の藤川楽座に来ています。名物があるのでそれを食べたいと思います。行くぜ。お腹すいた。富士宮焼きとか、うん、1000円の割り当たり420円お返しします。どうぞ。お、発祥は富士の朝、ん、朝一でね、朝一でできた、はい、うん、で、それが名物になった、うん、そうですね。この静岡の名産のものをできるだけ中に入れようと、うん、あ、なるほど、うんうん、こちらの桜エビは駿河湾で取れた桜エビが入ってますね、うんうん、特別なのはこれか、うん、富士の麓で食べたヨーグルトを飼料にした豚を、うん、生姜焼きにしてるものが中に入ってますね。購入したものをご紹介します。小玉、富士の朝市から発祥で富士の名物になったしました。で、おこたま3種類。これが、じゃこ、生姜焼き、生姜焼き。これ一番美味しそう。桜エビ。で、これは由比漁港で採れた桜エビ。で、これが富士山のふもとでヨーグルトで育てた豚の生姜焼き。で、鶴ヶ湾のシラスで作ったおじゃこ、一番の名物の富士宮焼きそば、いただきます。桜エビ先行きたいよね。お好みソースついてる。おたふく、おたふく、こんな感じ。いや、ソースかけます。いただきます。これ一番楽しみだった、桜エビ。一口サイズのお好み焼きだね。どっちかっていうとイメージ的にはあれ、大判焼き、大判焼きを お好み焼きにした感じ。食べます。いただきます。うんうん、甘い。ヨーグルトで育てた豚だからなのかな、甘いよ。肉自体が甘い。これはジャコ。いただきます。うん、美味しい。マヨネーズかな、マヨネーズで柔らかくなってる。3つとも味が違う。具材につけた味付けが違う、ね、見た目は同じだけどなんか全然違うもん。美味しい。生姜のせました。ちょっと出してね。よし、いただきます。富士宮焼きそばは麺がね少し太い。まあ、うまい。やっぱ独特の食感があるね。麺が太いし気持ちなんだよね。完食。おこたまも美味しかった。ごちそうさまでした。これに
展望台が載ってたんで展望台行きます。富士川楽座、世界遺産に会える風光明媚な道の駅。でーんと見えるはずなのに、今日は午前中天気良かったんだけどね、今日はもう見えないですね。 お花がある。カフェのイカシオから。これはズワイガニ。2位だと思った。赤つき。で、3位がこれ。オイル漬け。牡蠣のオイルか。これうまそう。結構好きだ。あー、美味しそう。これが富士宮焼きそばの肉かす。これが富士宮焼きそばで、焼きそばの素ともって書いてあるけど、これが入ってないと富士宮焼きそばにならないんですね。絶景スポット 4回行きます。富士製紙工場だもんね。いろんなのある。面白い。富士山登ろう。お前超ちゃん実物これだ。自転車の交通ルール。面白いお湯をキープできる。あ、そういうことか。なるほど。面白い。550円だね。カルキが抜ける。落ちる。飛ぶのかな。展望台水で落ちた。やっぱり見えない。これ高速道路です。透明。
渋滞のメッカだったからね。令和5年いよいよ開通、完成したんだ。でも来年開通になる。楽しみだね、開通。何つって書いてあるかな。5年って書いてあるだけで。書いてないや。これが来年の5月、令和5年5月って今お聞きしました。開通する渋滞緩和の富士川横断の橋、新しい橋です。Honestly, I'm not really sure I want to say it. Like a beat, like no words to me. There's no risk if you don't try anything. So I'ma just keep it. 富士川ラクザ、富士山が見える道の駅に行ってきたんですけど、午前中晴れてたんですけどね、曇ってきちゃいました。今日は見ることができませんでした。最後までのご視聴ありがとうございます。小石郎でした。バイバイ。バイバーイ。バイバイ。